皆さんこんにちは、武田塾の清水です。森田です。今回は英文解釈記号先生によってバラバラすぎ問題。私はですね、予備校の先生方とても感謝してる側面もあるんですが、一つ文句が言いたい。なぜ解釈記号がみんなバラバラなんだ。本当に先生によって違いすぎません？おそらくね、このコメント欄に俺は何派だ、いやこっちの方が効率いいとかね、多分受験生終わった人とか今受験中の人とかね、書いてくれると思うんですけど、普段ねいろんな予備校を通われてる方とかも学校の先生と予備校と参考書違うんだけどみたいなね、で混乱する受験生多かったりするんですよね、はい、そして説明もしてくれなかったりしますからね。当然のように、はい、当然のようにバーって授業やってこの流派が基本だみたいなね、はい、今回じゃあどう違うのか解説します。受験勉強は特に精読とか解釈する上で、何が名詞で何が形容詞なのかとか適当にやっちゃうと解釈の意味合いが落ちてしまうので、はい、ルールを把握してほしいんですが、まずどんなパターンの解釈記号不利用があるんですかね。まずその品詞で分けるパターンなんですけど、はい、だいたい有名どころで言うと4つのパターン有名どころで4つあるんですか、はい、いわゆる名形副をそれぞれどう分けるかなんですね、はい、うん、四角丸三角があるじゃないですか、はい、それぞれ自分は自分の使ってるのがスタンダードだと思ってたんですけど、はい、そうでもなかったということで、それぞれ解説していきたいと思いますけども、はい、僕はですね、寸大にいた頃の南井先生というですね、はい、当時トップ講師だった方の流派の方々に結構習っておりましたので、はい、おそらく寸大そしてヨゼミがこの流派の人が多いというのですが、四角括弧が名詞、形容詞は丸で、副詞は三角、この時点で僕はもう違和感しかないです。そう、僕からするともうこれじゃないと違和感がいっぱいなんですよ。例えばその流派を受け継いで、だからヨゼミで言うたら、はい、いわゆる西谷先生、中本先生、うん、で当時ヨゼミにいて今東進にいる今井先生とかですね、はいはい、この先生たちがこの流派ですね。じゃあこの流派は結構主流派というか、はい、だから僕もこの流派なんですよ、はいはい、江戸時代のね、天の流派みたいな感じだそうなんですよ、この流派なんで番書するときは全部これです。あー、なるほど、はい、ちなみに僕の中での主流派は石派なんですよね。お、石派、石先生派でございまして、名詞括弧が三角、はい、形容詞が四角、副詞が丸と、はい、これじゃないと違和感がすごいっていうタイプですね。関先生の師匠の永田先生ですね、はいはいはい、永田流なんですね。だからなるほど、じゃあ僕はそこの流派の系統を踏んでるわけですね、はい、そうですね。そして肘流はまた違うので、はい、名詞が三角、形容詞が丸、副詞が四角っていうので、うん、肘先生と関先生でも違うというですね、形容詞と副詞が違うと、はい、就職先が変わってくるという感じですね。そうなんですよ。でハイパートレーニングとかやると、はい、安越先生なんですが、安子地流はですね、名詞が四角、形容詞が三角、副詞が丸という、ね、これで四流派とも違うんですよね、はい、誰かの先生の番書を取る時も、はいはい、この自分の流派じゃない人の場合は自分で変換してやってましたから。なるほど、先生の解釈記号を振ってくれてるのを見ながら自分で別の括弧に書き換えるみたいなことをしないと統一できないですね。そうです、なので全授業で統一させるために括弧は自分で変換してましたね。ここまで記号自体は違いますけど、はい、名詞形容詞副詞で分けるっていう点は一緒っちゃ一緒ですかね、はい、我々としても名詞形容詞副詞で、まあ、特に句とか説とかってやっぱり長くなってくる要因の部分をしっかり分けてるかどうかって大事だと思うので、どれでもいいっちゃどれでもいいんだけど、うん、自分の中でどれが名詞、どれが形容詞、どれが副詞かっていうのは改めてしっかりと、ね、統一しといていただけるといいかなと思いますね、うん、はい、これだけじゃなくてですね、はい、句と説で分ける派がありますね。ありますね。竹岡先生なんかは説が四角で句が丸になってますよね、はい、例えばかつて竹田塾のルートにも入っていた例文解釈の技術100とか、この辺も句と説分けパターンですね、はいはい、僕が習ってた富田先生なんかは説が四角、順動詞も四角でしたね。前置詞は三角でした。なので実はこんな風に先生によって意味があるんですけど、説明してくれる先生少なかったですよね。あ、そうですね、どの参考書にも、でも一応ルールとしては初めにの次ぐらいに書いてあったりするんですけど、はい、読んでないんですよ、うん、とりあえずもいきなり本編に入って適当に過去振ってるみたいな受験生がすごく多くて、違い何か分かって振ってるみたいなことを口頭確認していくとずれてたりってことに気づいていくんですけども、はい、あとはちょっと細かいですけど、動詞の取り方とかもめちゃめちゃ細かい人とめっちゃざっくりな人に分かりますね、はいはいはい、例えば西木教授先生とかは動詞はざっくり動詞としてメインの部分が見えてればいいようぐらいの雰囲気だと僕は認識してるんですけど、解釈70ぐらいだと結構ね VPP とかなんか分なんたらみたいなめちゃめちゃ細かく決まってたりして、これはねそれぞれの決めてる先生がもともとどこ流か分かんないですけどいて、これが一番分かりやすいんじゃなかって決めてくれてたので、どうなんですか、好みですか。好みもありますね、はい、あと結構接続詞に印つける問題も結構あるんですよね。あ、確かに丸の人と三角の人がいますよね読解になってくるとさらに分かれてきますよね。あとスラッシュ派ですよね。僕の場合はちなみに本番とかだと主節の前はわざわざカッコつけるよりスラッシュの方が早かったんで、スラッシュにしてたとかっていうのはあったりしますね。だから本当に解釈やり始めましたみたいにも精読みちみちにやりたいですって人は少し細かめの方が理解しやすいと思いますし、そんなんいちいち振らなくても分かってるよみたいになってくるとスラッシュに移行していくみたいな、はいはい、最終的には何もつけなくても基本的な文章は読めますよとかがなってくるんで、フェーズにもよってね変わってくる部分はありますよね、はい、僕
の場合は本番の試験終わった後にいろんな人から送られてくるので、はい、スラッシュつけすぎだろって人がいっぱい多すぎます時間どんだけ無駄にしてんのあなたっていうですね、はい、精読してしっかり理解する時間、和訳問題はそれやってもいいかもしれないけど全部やってたら絶対読み終わんないでしょみたいなパターンもあるんで、最終的には本番で長文読解に行って正確に読むために解釈をやってるっていう前提がありますんで、そこも踏まえて決めておくといいのかもしれないですね。減ってくっていうのが理想ですからね。確かに確かに、全知区単位細かく全部分けてたのを節単位くらいまでにしとくとかっていうのも勉強する上ではゆくゆくは意識しないどの格好でもいいですけど、だんだん数を減らしていって塊で見えるようになっていくっていうのが大事になりますからね、はい、どれが正解っていうよりかは自分がどの形だったら統一して理解最初しやすいかっていうのと、うん、最終的に入試で英語長文読んでる時にどういう読み方にできそうかっていうところをね考えて、どれかしらには統一した上でしっかりルール化して解釈の勉強頑張ってほしいなと思います。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。